塩田正宏達人に学ぶ。今日も塩田が投げられまくる。塩田正宏チャンネル。はい、前回の続き、アロン会の阿久澤先生にお越しいただいてるんですけども、説明が難しい部分があるんですよ。先生ちょっと上の位置に達しちゃってるん で、 YouTube の方には座る、立つ、歩くっていう、基本的な動き、それをどうやったらもっと武術的になるかっていう、説明をしていただきたいんですけども、やっぱ歩くことすなわち武になってることがやっぱ理想だと思うので、その説明を先生にしていただきたいと思います。塩田正宏チャンネル。先生、なんか歩くっていうことなんですけどね。さっきまで話してましたけど、歩くんですよね。歩くんですよ、人間は歩くんです。人間は歩くんですけど、何本で歩いてます？2本で、僕は。マジですか？私は4本なんです。あ、そうなんですか？どういうことですか？もう結局、人間のやることですからね、この手2本、足2本を使うわけでね、はい、これは一つの解剖学的にもそうなんでしょうけど、四つん這い動物だったらこれが前足ですよね、はい、で、こうやってこうついて、このまんま脊椎があってこうやって立ち上がって今二足歩行をしてるわけですよね、はい、ということは本来だったら四つん這いの動物だったら、例えば肩甲骨を動かすとか前足がどうだとかこうだとかいろいろあるでしょうけど、ここの足の裏と手のひらがつながった状態でこう立ってなくちゃいけないんですよ、はい、つまり足から来てこういう例えば足首とか膝とか、股関節だとか背中、全部ね、肩甲骨の肩、肘、手首まで来て、こことここがつながってる、はい、そういう状態、わかりますか？わからないです。わからない先生、言ってるよ、よくわからないですけど、四つん這いから来た説明なんですね、はい、なんか、試してみて、いや、とりあえずですね、はい、歩くんですけど、はい、ただただこう歩くだけじゃ芸がないですからね、はい、で、歩くときにやっぱり武道ですから、本来だったら足を使う、やり方ありますよね、はい、一般的に例えば格闘技だったらこうやってね、はい、こうやって、はい、こうやっていろいろこうね、はい、こうやってステップを踏むとかいろいろあるし、歩くなら普通にこうやって歩くのもあるし、はい、だけど相手が対面した練習でね、対人の練習で相手がこう抵抗をやったときに、はい、まず歩く、はい、これをまずちょっと体験していただいて、これでどういう感じで力や重心全てが同時に歩くことができるかっていうのをちょっと説明します、はい、最初ちょっと歩いてみてください。あ、僕は、はい、はい、ちょっと、お師匠さん、押し合ってください、はい、もう全然2人押しても私からすると響いてないんですね、はい、で、今度じゃあ2人頑張ってください、はい、私が歩きたいっていうか、押しに行きますよ、押しに、押し、はい、うん、こういう感じですね、はい、今押してるんですよ、今かかとから膝とかこう地面から蹴って、はい、なおかつ背筋とかこう腕にまで押してる状態ですね、はい、全然押されない気がしますね。そうですね、はい、私もだって、はい、本来だったらむしろ押し田さんの方が強いです60キロなんで浮いてる状態ですね、はい、これをさっき言ったようにかかとからここですね、だけどじゃあ真ん中のこの全部つながってるところをどうするかって言ったら、ここはバイパスなんで、これをこの中のこういう姿勢でかかとまで持ってって、はい、こういうふうに歩くわけですよ。ちょっと待ってて、もう一回お願いします。ちょっとおしゃだな、いきますよ。いいでしょ、これはお試合の練習じゃなくてですね、すいません、押しちゃったら押しが強くて、僕がちょっとこれだと、あれですか、一人でいいです、一人で、別にその何人を乗せたとかいうのがすごいわけじゃなくて、要はここに、もうまずここに今手やってますよね、この時に翔太さんどこを意識してます、ここに私が手を触れた時に。触れた時ですか、後ろ足を意識して、そこから来る力を耐えられるなって思ってます。うん、そうですよね、耐えれる、うん、まあそうです。じゃあ仮にこれで耐え、私が押したのを耐えれる、その耐えれる状態で私が姿勢を正してここにただ突っ立ってる、で、これで来れます、うん、じゃあ両方、かかと重心にしてもなかなか、うん、で、私は前膝に荷重をかけて前に体重を押すこともできます、この膝ね、
わかりますよね、一般的にこういうものをこう押す状態ですよね、はい、だけどこれだとほら塩田さんにもうすでにぶつかってますよね、はい、うん、ということは一回あなたの体重をこことここにダイレクトにここを素通りしてここで自分の方に一回引っ張っちゃうんですよ。そうするとどうですか、軽いじゃないですか。軽いですね。で押してください。こうすると押せない状態を作ってる。これで私は前のお腹の内臓をちょっとだけこうやって緩めたわけです。そうするとどうですかね、これ。なるほど、うん、はあ、先生歩き方もあの膝を曲げられて歩かれてますね。まあそうですね、こうにはちょっと歩かないですね、うん、だからって下半身を下げてゆっくり歩けばいいってもんでもないんです、はい、だからあの本当にちょっと膝を曲げて、でじゃあこの歩きは来ました、はい、来ました歩きました、こう普通ですね、はい、もうまあ何でもいいですね、こう来ました、はい、歩きました、まあ私も今歩きますね、はい、で、あこうやって歩きましたね、力は使ってないですね、はい、だから今は接点があります、かかとに情報は行ってます、はい、だけどこういうところ部分には一切何の情報も与えないんで、こっからここは柔らかい、だけどあのダイレクトにここに来てるから、私が動いたものがダイレクトにここに来てるだけで、はい、あのその部分他で力を発動してないんですよ。先生片手でやりました。やりました、こうやってこう、なるほど、うん、なんでかっつったら当たったときに角度とか腰を緩めたりとか膝を直したりとか、はい、まあ、胸とかなんかいろんなことやっちゃうと、はい、もう情報が行き過ぎちゃうので、はい、だから極端な話こうやって持ってガッと持たれたら、はい、もうこの状態でいいわけですよね、はいはいはい、重いな、重いですね、指でしたよね、今指ですね、これですね。まあ、ちょっとこれ、モザイクになってます。あの指が怖い先生って昔言われたことがあるんですよね。はい。はい、じゃなくて。そんなことないですよ。何がちょっと要約しますと、はい、あのこうなって、はい、相手と接触しました。はい、その時点で急激に脳が、うん、顎を引いて背中が引っ張られる状況で胸が落ちて、はい、溝落ちがあの腹下三寸に落ちながら、はい、股関節それで、はい、仙骨がグッと縛ってっていう、これを0.1秒でやるんですよ、はい、でやってるのがこう動作なんですよね。おお、はい、うん、だから押すって言ったらいいんだ、次は押します、はい、ほら、はい、さっきより力入れたのに耐えられるじゃないですか。耐えられます。今も私結構勢いで押しましたよ。だけどこれってどうですかね。はい、もうダメですね。ダメないんですね、はい、なんでかここに力がないですから、うん、引っかかることがないわけですよ。ちょっとこれをやってもらうんで、おしゃれ、はい、ちょっとこう手を肘を伸ばした状態で、で今までの経験上ちょっとこうお腹の力でも、まあ、この腰の力でもいいですから押してみてください。力強いですよね。強いです。それはここでは塩田さんと小島さんの体重も違いますから、はい、で、まあまあ、そこまで押さなくていいです。こう今説明なんで、はい、そうしたときに、はい、今度は塩田さんは、はい、まずちょっとだけ歩きますね、はい、胸をちょっと引っ張って胸の重さをかけて仙骨をカッと締める。このまま歩きます。どうですか。気持ちいい。こういうことなんですよ。要は押す力で自分の姿勢を復元してほしいんですよ。うん、はい、ここが多分一般的に言われてて、相手が強いから緩めてみてやってみたものの、いざっていう時にやっぱりどうしたって足を蹴っちゃったり、はい、膝を前にせり出しちゃったりしちゃいますよね。だから相手の荷重がかかった時には、その荷重が入ってくるのをダイレクトにかかとまで通るんですけど、その通った時にもうこれで補正がかかってるわけですね、はい、だからもうそれでグワッと例えば変な足、まあ、あの肘も曲げて前に来ようとすると、あ、まあこういうことになりますよね。まあ何でもそうですけど、バッてこういうこと、あのもう力が真下に行ってしまうってことですね。では交通事故の出会い頭と同じ状態になってしまうっていう、ここがそうずれ、そうですね、アクセル踏んだ時にはもう遅いわけですから、それで出ちゃったんだったらもうね、発動してるんだから、うん、力がそこで私が飲み込んだものが操作されて下に落ちるっていう、それがこう来た時にこういうことですね。
こういう状態ですよね。だからもうあとは体を軽くしてどこにでも力をかけてあげないことですよ。それが今の状態でくっついてる状態でつながってる、かかとからとか、でもかかとからってっていうとみんななんかこう体とか骨とかをつなげると思っちゃいますよね、はい、こういう押す技みたいなの今まで結構受けてきましたけども、その方向がずらされて押されてることが多かったんだけども、先生の場合はまあ、まっすぐ来てるんですよ。でもやっぱり強いものがこう来てるっていう感じだから、まあそれまさに体の強さなんですよ。こうテクニックとかじゃなくて、どっか方向ずらされて、ああじゃあこそしたら動くよねとかじゃなくて、もう重いですよね。まあただね、今のは手は柔らかかったですけどね、体のビシッと決まった姿勢がこうこっちに来てるっていう感じでしたね。もうそこのところは本当に説明がすごく難しくてですね、また1週間かかるのを15秒で話すと、はい、先生多分可能だと思いますちょっとここら辺ですよね、うん、まあうん、まあそうですね、体の中を通すっていう概念が必要なんで、その前座で体ってどういう構造で立たなくてはいけない、または座ってる時はどこを収めて、それを発動して、はい、でそこからフラットの状態で歩く、うんうん、そうすると息上げとか息下げとか、はい、なんかそういうのも普通に歩く状態がかかってるんで、はい、まあ、そういう状態を作り上げている、はい、うん、持たれてこの状態でこう膝を曲げて、さあ、で、あ、こういうことは、さあって言ったらもう遅いんで、はい、かかるかかかんないかというのもこう言ってますよね、うんうん、まあ、例えば単純に言ったらこうファッてこういう状態ですね。だからあのもうくっついてるけどその流れてる、まあ、流動的って言うんですね、うん、それが多分塩田さんからすると重さに感じるんだと思うんですよ。本当は重くないんですよ、私は60キロですよ、はい、ただそういう体の中に飲み込んで力を補正するんで、はい、重心とかね、うん、だからただただこうやって鍛錬でお腹を重くしたり重心を下げようとかそういうんじゃないんですよ、うん、実際四つん這い動物もそうですけど、こうは狙ってるけどやっぱり瞬間的にあの四方八方に動けないといけないんで、はい、私からすると重心はもう本当に瞬間結果重くなるだけで、うん、あとはフリーです、うん、例えばこうやって押す訓練があるんですけど、グッてで、はい、こうやっちゃったら結構押したらもう強いですね。だけどこれをこうやった瞬間にもうこれでいいわけでね、うん、これで、あ、だからこの、こう、あとは瞬間にもう行っとかないと、で、あとは軽く、あっって、もう動いちゃうわけです。ごめんなさい。だから、当たって、何かの力がそっちに伝わるんで、一瞬こう、グッとなるわけですね。だから、その、当たった時に緩められない、当たった時に方向も変えられない。だからこそ、自分の、相手が力が強かったら、自分の中に戻る力も、あの自分で養っておかないと、それは自分の中だから何歩でもこう発動しやすいわけですよ。で今方向を変えたのはどんな操作されたんですか？あ、操作っていうかゆっくりですよ、ゆっくり。例えばこう来てこれがこう来るときに、はい、私がこっち側の足でこうやったらもうここも細いにもう難しいですね、はい、したときに一回押さえたのを体全体で押し出さんとぶつかるんですよ、はい、ぶつかった後に顎を引いてこのお腹の方に補正をかけてこうかけるんですよね。そうするとちょっと触ってみてください私も、うん、あ、そう、すごいです、あすごい柔らかくなって、だからその補正作業がちょっとこの、はい、私の体の、うん、まあ、人体実験の中で一番、まあ、コアとなるところだと思うんですよね、うん、でもその顎を引かれたことでここのこのラインが一直線にこうなったので、そこがやっぱ強さを発揮できてるのかなと思います、うん、ね、またこうなってたらこうやることでまたちょっと方向も変わったし、そうなんです、だからそれをちょっとこうベクトルとかなんかの方向性を出したりとか、こうやってなんか何かの動作に変えちゃうとものすごく反応のいい方は次の方法をね考えますんで、だけどそのこうやってる時にこうやってる時に相手からすると私からするとこうでもないこうでもないこうでもない、ただですね、顎を引いてだけですよ。だから顎を引いた状態をもうまんま作るんですよね、うん、そうすれば例えばこう投げるのって
まあ、あとはもう、もう何本もこう技っていうのは、はい、相手と その関係の問題ですからね、はい、だからそういったことをちょっと、まあ、参考にしていただければ、はい、分かったかね。そうですね、まあ、実際触れてみないと分からない部分も多くて、まあ、説明聞いてもね、わからない部分があると思いますけども、先生のやっぱ体こう、塩田剛造が言うみたいにその首までこう一直線になって、体全体の力を発揮されてるんですよね。なので、まあ、非常に重さが伝わってきました。非常にありがたかったです。では次の動画に移ります。バイバイ。